この人やばい。日本の歴史菅原道真。菅原道真はとても頭が良く、天皇に検討しやめちゃいませんかとプレゼンしたとんでもない人です。検討しを止める理由としては党の国力が衰え、大きな危険を冒して検討しを派遣する意味が薄まったからだと一般的には考えられています。しかしこの時代、まだまだ中国は世界唯一の超大国であり、経済的にも技術的にも、また文化的にもどこの国も真似ができないレベル。党から学ぶものはないということはありえません。そこで考えられるのは藤原氏の権力を弱めるため。藤原氏は遣唐使によりボロ儲けしていましたので、その特権を奪った道真は左遷されたと考えられるでしょう。道真の死後、都では天才が続き怨霊扱いされて神社に祀られました。しかしいつの間にか学問の神様となってしまったのは何か深い意味があると考えられませんか？